とうございます。皆さんで、今回はね、これをやりたいと思います。おまけ、石板、しつけ。これをやろうと思います。じゃあ今日からですね、メンテナンス、するよと、だから、やろう。エルギフね。で、もう一つね、エムギフは、ミッションから手に入れるんです。ここからなんですよ。ここからしよう。ここから手に入れるんです。一個は、取ったんですけど、使えないんです。エルギフがないとね。エルギフって何なんですか？簡単に言うと、エクストラスキルを追加するんです。で、手に入れる方法はレア召喚。2回やって1個出るんです。じゃあとりあえず、本当はね、このレア召喚から全部持ってるんで、ユニットは。とりあえず2回だけやろう。エルギフ手に入れるまでは。1回目だな。何が出るのかわかんないんですけど。星ユニットだったらさ、多分カリスカなどでアニマかな。ロアアニマでも OK。おぐろか。1000ポイントですね。じゃあ2回目だな。2回目です。ディーサー、ポイント。これ楽。これがエルギフのドアかな。赤になる。そのまま、星さんで行くことか。星さんなんですけど、回復力30%アップ。ゴミだな、これ。どうしようかな。じゃあもう一回やろうか。4回になってるんですけど、大丈夫かな、これ。攻めすぎはいらない。ガリアン、ポイント。次いきます。なぜレア召喚ですかね。赤か、持ってるアニマの方。またアニマ。いつもこうなってるんですけど。アニマ、持ってるアニマの方でアニマ出た。これもっと嫌な感じですね。星2かな。攻撃時、バトルクリスタル、ハートクリスタル出現率が少しアップ。これは悪くないんですけど、いらねえな。いいや。大丈夫です。使ってみよう。使ってみよう。誰にしようかな。ちょっとアークにはできるのかな。できる。アークにもできるんだ。できるんだ。じゃあ、試練のユニットでもできるんです。ちょっとね、使ってみますか。でもね、星2と星3だけだったんですよ。多分星2のやつを使ってみようかな。でも誰に使っちゃおうかな。ロアに使ってみようか。星2のやつ。何が起こるかわかんないので、これだな。使ってみよう。で、何が起こるんでしょう。これです。
なるほど。バトルクリスタル、バトルクリスタル。で、さっきの M のやつ使ったら、どうなるでしょう。また欲しいのが出るかな。怖いな。使いたくないんですけど。また欲しいのが出たら、やってみますか。やってみます。いやー、これ結構高いんですよ。ポイント的には。これでエクストラスキルが消されて、で、ギフトボックスから、プレゼントボックスから、これです。そのまま同じやつ？マジですかね。無駄にした。ちょっと無駄にしちゃったんですね。Emgif は。大丈夫です。これで、みんなわかるんですね。じゃあ、Emgif ね。うわぁ、Emgif の使い方。これは、まずいんですよ。ポイントはいくらだっけな。5000ポイントなんですよ。無駄にしちゃった。大丈夫です。今回のアブレットはね、結構面白いんです。だけど、手に入れる方は、レア召喚ね、2回やって、やるんですけど、面白いアブレットなんです、本当これ。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバイ。アニマタンシー。